久保建英である復帰実現へ理想のシナリオは現地見解、ジダンのような監督なら。レアル専門メディア、ディフェンサセントラルは、レアルマドリードは彼を見失ってはいない、と関心を寄せている可能性を指摘。一方で、レアルソシエダの選手は復帰を歓迎しないだろう、とし、その理由として出場機会の減少を挙げている。タケはプレイ時間を確保したいと考えているが、カルロ・アンチェロッティやジネディーヌ・ジダンのような監督がベンチにいるなら、それが複雑なものになることは承知している。この日本人ストライカーは、これらの監督たちの下ではチームでのポジションを確保することが難しく、復帰すべきではないと考えている。それでも、シャビ・アロンソやラウル・アルベロアのようなコーチがトップチームの指揮を取るようになれば、この考えは変わるだろう。彼らはみんな、若い選手の扱いには慣れており、彼らにかければピッチに立つ時間が増えることを知っている、とも綴られ、来季の監督次第で状況は変わりうるとの見解を示した。監督との相性は大きいよね。シャビ・アロンソは久保をどれだけ評価しているのだろうか。監督人事もだけれど結局エムバペを取るのかどうかでフォーメーションも配置も変わるよね。現状ロドリゴよりは上かもしれないが、場合によってはビニシウスやベリンガムやバルベルデが競争相手になると難しくなる。今のルガクボの扱い方に長けているから、今は移籍すべき理由は何もない。とりあえず冬の移籍はやめといた方がいいよ。アジア杯もあるし失うものが多すぎる。レアルマドリーは南米の至宝を獲得すればよろしい。まずは今のパフォーマンスをシーズン終盤まで続けること、そうすればマドリーだって黙ってない。一ファンとしては今の久保選手に見られるだけで十分なんだけどね。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。